大学への数学っていうマニアックな月刊誌があってですね、あれの問題を作ったり、その回答を書く人だったんですよ。100人の会社で100個近くの SaaS を使うケースが多いですね。新しい人をバンバン雇うのに環境が使いにくくて仕事のパフォーマンスが出なかったんですね。22億件の盗まれたユーザー名とパスワードとかが数万円で手に入る世界で、これも不健全だなと思うんですよね。無意味なストレスとかそういうものを全部なくして健全なことに時間使いたいなと。引きこもり系エンジニアのキャラクターなので、80歳になっても90歳になってもそういうふうに携われてるといいなとは思ってますね。